ブルーハーバーへようこそ。寒いっすね、今日は。じゃあ最新のブルーハーバーをご紹介いたしましょう。どうぞ。ブルーハーバー工事和田、おそらくまあアメリカではもうかなり私の名前はフラグにもなってるぐらいなので、有名にはなってるとは思いますけども、ブルーハーバーここに移転して13年目になります。はい、会社はできてから26年。はい、ただここに来て13年、まあ半分ぐらいになりました。はい、ここに来た頃にちょうどオーストラリアのサンゴが輸入し始めた頃なので、まあ大体オーストラリア始めて13年14年っていうとこになります。はい、まあ、ちょっと中へご案内しましょうか。まあアメリカではあんまり有名じゃないですけどね、私たちのライト、はい、スペクトラ、このライトで、推進コントロールができるので、あっという間にいろんな設定ができます。こうするとアメリカのショップの色になりますね。はい、僕もワールドワイドコーラルにも何度か行きましたけど、ワールドワイドコーラルだとこれぐらいのブルー、まあ、WWC ほどじゃないんで、我々はあまりフラグは作っていませんけども、はい、この辺がサンゴ水槽、まあ、アメリカであんまり見ないっていうと、この辺の水槽の、はい、この辺はヤギトサカとかね、インニチセイサンゴっていうやつですけど、これも変わり銀着、やや深場、120メーターぐらいから上がってきてます。120メーターズ。そしてサンゴの天敵も、まあここも、だいたいサンゴ水槽ですね。はい、販売用ストック、ここはレッドシーディスプレイタンク、まだ2ヶ月です。セットアップ2マンス。ディサイドインでローテンパチャーサブトロピカルフィッシュタンク、オルモストリシードラゴン、ストックシードラゴンズタンク。いや、このエリアは、販売、これはね、日本の巾着台って言われるキートンドン、日本ではオキゴンベって言われる、アメリカだとゴールデンホークって言っていい値段しますね。これはアメリカですごく人気ですよね。はい、ドラゴンイール。日本ではそれほど有名ではない、人気はないな。うん、こちらは少しレアフィッシュ、少しだけ、はい、まあ、ほとんど、バリアクアリッチのカルチャーブリーディング、ポンマラボフィッシュ。今魚の水替えをしてますね。はいはい、はい、はい、
水替え中の魚はアイロンバタフライ、アメリカでとても人気が高いですね。日本の固有種友禅。ゴールデンホークも小笠原諸島ですね。ドメスティック、ドメスティックホークフィッシュ。From Japan? Yes. Oh, I didn't know that. And Bonin Island. Oh.And the special, our special rare fish in the second floor. Ah, okay. Show you. この水槽、まあ、特に何ということはない、うん、あのいろんなサンゴがミックスされてますね。はい、特にまあ、あのライティングをワイドバンドブルーで買ったときにどう変化するかを見ています。明るいとこういう感じですよね。ワールドワイドコーラルカラーブルー、 It's a special fish area. Staff only. Yes, staff only. Special customerオマーンバタフライズ、オマーンバタフライ。Wow. Always very hungry. Hungry fish.This one is aThis Antias in Kagoshima Kinko Bay, endemic. Wow, beautiful. これはダイナスティのヒースの形見の魚です。この魚は非売、私のペット、友達。That's awesome. Yes. Beautiful. This Bodianus 2013 Rufus collector 100 meter. Always very hungry. Cup coral.Breeding tank. Beautiful fish. Yeah, special Plectrurantias in here. Sagamiensis, but very shy, always shy.Hungry guy. Always jump up. Every day hungry. Oh, cool. He's big. Gets big. Yeah. My relaxation
ハウス。いつになったら開店するんやろうな。もう半年やってんねんけど、これ8月からやってんねん。8月から作ってんねんで、これ。ここは癒しの部屋やから、はい、あの毎日疲れを取るためにここに来るという、はい、チャンバーが O2 チャンバー。ここはジェリーフィッシュを見ながら休憩できるという、うん、でも毎日のルーティンの多さにいやいややってんねんけどな、うん、だからこれはだから餌をあげるときは止めるんだよね。このポンプを止めて、止めといて水が下に落ちないようにしてから、これをだいたい酸素ボックスに入る前にする。1時間ぐらい入って出てきてからポンプを動かす。そうすると調子よく。 For customers kids inside and some photograph Yes. Oh, what? Making in the wood. Making drawing fish and wood. Put on wood. And 2 months. Making 2 months this.Making this. Oh, you make? Yes, my table. Oh, I didn't know that. Wow. My table, deep sea wood table. Shallow and deep, silicons. This one real coral. Real, it's real.ジュエルコラル、宝石サンゴ。これは深海の宝石のサンゴです。中国人がいっぱい密漁しに来るやつ、はい、これは裏側ね。今表フロントヒア、これ重たい重たい50キロ。ちょそっちからこう上げて、一瞬上げようか。フロント、これまだ磨いてないからこんな感じ。そうそう、これまだトップをかけてないから磨いて仕上げていかなきゃ、はい、おじさんMaybe シャークアタック。No. And this side, in our meeting room. Not finished here. This is a mountain river display tank center. Mountain river. Japanese mountain river side.Yes, mangrove. All three tank and the same sump. Oh, okay. 1.2 meter, 1.1 meters, and almost 1 meter.
はい、ジュリアン。これは前に持って帰ったやつだよ。もう4年ぐらい経つよね、これ。はい。4 years ago. Wow, very nice. And the elegance core? Yeah. Beautiful. Main pump is Abyss.100% 水流。これすごいよね、この 100% にしたら。これはなかなかいいよ、大島くん。このあの先っちょがいい。そこの先についてのこれで、それがあんだけ流れを変えるの。上下に流れが変わるでしょう、これで。あっこしか水出てないからね。ただあの下にあのハイドロウィザードが入ってるけど、これを見てください。この上の水流、ほら、わかる、これこんだけ流れてて変えるのよ、これこうつけてこう下がるやろ、これガー下がってるけど表層はめっちゃ持ってかれるから、こう下へ下がってるやろ、下へ下がってるけど下からめちゃくちゃ上がるから、めちゃくちゃシンプルに作ってるけどすごい流れるから、この辺で流すとよくわかるけど、あっこへ引っ張られる、あん中へ渦ができて引っ張られていくから、で今度そう下から流れてくる。Just one month this tank I make just one month. Yes, we start to test fish and I love fish and but very difficult. Not special fish. They are fish for customers.Start. こうしてトレーニングをしながらやな。いや、俺コロナ禍になってジム行かれへんかった時これを家買ってやっとってんけど、うん、あんまりこうこんなことしてられへんなと思って。でもこれやってるとあの血行良くなるから余分な肉落ちるよ、うん、This one is a whole island. Very nice. じゃあ今日はブルーハーバー、しばらくアメリカ行けてないんでアメリカの皆さん最新のブルーハーバーの情報をお届けしました。もしかしたら3月もしかしたら9月アメリカに行くかもしれないんで、その時はよろしく。リチャード、ジョー、よろしく。